はい、こんばんは、カリシュリュウジンです。声だけで喋ろうかなと思ってるんですけど、はい、NHK でやっている渋谷の音っていう音楽番組でですね、乃木坂46が生出演していて、新曲のアクチュアリーっていうんですかね、これ。ごめんなさい、ちょっと読み方わかんないんですけど、それを歌ってですね、批判殺到されてるんですね。はい。斎藤飛鳥&山下美月のダブルセンターでですね。はい。それを歌って、批判殺到、されてるようなんですけどね。ツイッターとかではちょっとあれでしたね。はい。そういうことなんですけど、これはネタのつもりで言ってるので、真に受けないでくださいね。多分、批判殺到までは、してないと思うんですけど、はい。批判殺到っていうのはタイトルつけてるんですけど、あれネタのつもりで言ってるのでね。はい、なんですけど、はい。ツイッターではトレンド入り、されてるんですよね。あるのちゃんとか、はい。斎藤飛鳥とか、いろいろ、ダブルセンターとかね。トレンド入りしてるぐらいなんですから、あれですね。はい。アルナちゃんっていう子ね、あの子は、乃木坂46の新センターになったんですけど、発言とかね。それで、変なやつ、使用済みのあれを SNS に流したっていうのは、あれは多分デマだと思うんですけど、そういうのも、いろいろあったんですけどね。なんとかね、乃木坂46も、頑張っていきたい、いただけたらいいですね。はい。てなわけで、今回の話は、渋谷の音で、乃木坂46、ごめんなさい、6がですね、生出演していて、新曲のアクチュアリーをね、披露して、批判されてることについてのお話でした。ご視聴ありがとうございました。では、失礼します。